こんにちは。同値を制する者、受験数学を制すの講義を始めていきたいと思います。この動画は同値を制する者、受験数学を制すというシリーズの1講義となっておりますので、以前の回ご覧になってない方はぜひともそちらからご覧になっていただけると嬉しいです。概要欄の方にリンクを貼っておきます。さて今回ですけれども、まあ今までね、方程式、連立方程式とやってきて、今回は不等式に関して扱っていきます。まあ不等式に関しては基本的に今までのやったことをね、きちんと押さえてれば、新しい特別なね、何かを、学ぶ必要もなく進んでいくかというふうに思いますので、まあ今回は比較的軽めな内容だと思っていてください。N 次方程式を解く際には基本的にはまあ因数分解をして、解くということを説明して、次のことを使うのがとても代表的、一般的でしたね。それは何だったかというと、AB、かけたものが0になるならば、A イコール0もしくは B イコール0ということで、これを使って方程式を解くというのが一般的でした。これはね、以前にやりましたので、これがわからない方は前の動画をぜひ見てください。で、不等式の場合にもまあ、皆さんね、もうすでに二次不等式とかね、解いたことがあると思いますが、基本的にはこれと似たようなものを使ってやってきました。その公式をね、ここに書きたいと思います。はい、ということでね、ざっと書いてみました。赤くね、イコールを書いたところがあるんですが、まあ、イコールを考える場合もありますし、不等号にイコールを入れない場合もありますので、最初は不等号にイコールを入れない場合を考えてみます。この赤字で書いたイコールは全部無視してください。はい。AB が正であることというのは、A が正であって B が正である。もしくは A も、A が負であって B も負である。まあ、つまりかけて正になるということは同符号だということですね。同符号だということは、両方とも正か、もしくは両方とも負のどっちかだよ、ということで、こういうふうに、同値が成り立ちますと。で、中括弧で書いたのは、これ以前ね、連立方程式をやった時に出てきましたけれども、基本的には&の意味で、使えますので、A が正かつ B が正、もしくは A が負かつ B が負ということですね。はい。で、その不等号逆転バージョンというのは、まあ、かけて負になるということは、異符号だということですね。異符号だということで、A が正で B が負、もしくは A が負で B が正のどっちかだよということです。はい。不等式にイコールが入ると、これ全部イコールが入ります。例えば、AB が0以上だったら、A が0以上かつ B が0以上、もしくは A が0以下もしかつ B が0以下というような感じですね。はい。というのを基本的には使って、まあ、つまり因数分解をして、この形に持ち込んで、このように右のように展開するというのが、まあ、基本的な流れでしたけれども、まあ、その前にね、方程式と似たように移項とかそういう概念が、成り立ったので、まあ、それも一応注意しておきましょう。はい、例えばこれですね。x が y より小さいならば、x 足す c は y 足す c より小さいということ。つまりですね、両辺に同じ数を加えたとしても、不等号の向きは変わらずそのまま成立するよ。逆に、右が成り立っていたとしたら、x 足す c 小なり y 足す c が成り立っていたとしたら、両辺マイナス c を足すことによって、左の形に持っていくことができますから、これもやっぱり同値なんですね。で、当然この式もイコールの場合があります。イコールの場合ね、x が y 以下ならば、x 足す c は y 足す c 以下だよ、というようなことが成り立つ。両辺に同じ数を足しても、不等号の向きは変わらない。方程式の時もそうでしたと。ですけれども、まあ、方程式の場合と違って、掛け算すると不等式の場合はちょっと様子が変わってくるんですね。つまり、もし掛けるものが正だったら、c が正だったら、x 小なり y と cx 小なり cy というのは同値になるんですね。つまり、両辺 c 倍しても不等号の向き変わらず成立。逆に c 分の1倍しても、元に戻るというような感じで成立すると。言うんですが、負の数をかける場合については、不等号の向き逆転と。それに注意をしてください。いうことですね。ここに注意をしましょう。で当然ですね、イコールが入ってた場合も全部同様です。はい。なんていうことを組み合わせながら、不等式を解いていく形になります。まあ、基本的には方程式と要領は似ていますね。まあ、ただし、不等式ならではの議論をするところがいくつかあるので、そこに注意して、いくつか例題をやってみたいと思います。はい。まず 2x 次乗マイナス 7x 引く4、小なり0と。これを解くところから始めていきます。はい。まずは、因数分解します。
左辺を因数分解すると 2x プラス1と x-4、 これがかけて負ですよということですね。かけて負ということは、ね、どれを使えばいいかというと、これですね、 AB かけて負ならば、異符号だということなので、2x プラス1が正かつ x-4 が負、もしくは逆のバージョン、 2x プラス1が負で x-4 が正のどっちかだよということになりますね。はい、あとはそれぞれね、式変形していくことになります。まあここからはあとはね、解くより同じですね。まあちょっと最初なんで丁寧にやっときましょうか。例えば 2x プラス1が正というのを式変形したかったら、丁寧にやるならね、まず、はい、移行します。上から下には両辺マイナス1を足す、逆に下から上には両辺1を足すということで、両辺1を足したりすることでこれかで、同値が保たれる。で、次は今度2で割るんですね。で、2は正だから不等号の向き変わりませんよと、両辺2で割ると下になって、下から上は逆に2倍すれば出てくるというようなことをね、これ全部やってあげてるようなことを、丁寧に本当はやんなくちゃいけないんだけれども、まあそれはもうさすがに、成長したということで卒業したことにしましょう。つまり一つ目、x はマイナス2分の1より大きい。二つ目、x が4より小さい。もしくは、x がマイナス2分の1より小さい。もしくは、x が4より大きいというような感じです。はい、そうなりますと、まず前の部分、x がマイナス2分の1より大きい、かつ x が4より小さいというのは、これをマイナス2分の1、x 小なり4ということを表していますね。はい、これもね、大事なことなので、ちょっと押さえておきたいんですが、それは何かっていうと、不等号式を書くときにこういう書き方しますね。2つの不等式を組み合わせたんですね。a 小なり、x 小なり、b というふうに言われましたら、それはですね、こういうふうに展開しましょう。a 小なり、x かつ、x 小なり、b と。そういう意味の略記だと思ってください。これはね、略記ですわ。なので、注意しておきましょう。マイナス2分の1、x はマイナス2分の1より大きく、4より小さいということを書いたわけですね。はい、これがこういうふうになった。一方で、後ろの方はですね、こちら。x がマイナス2分の1より小さくて、かつ4より大きい。皆さん、不等式を習った時にね、こういう図を書いたことがあるかもしれませんが、これは、同時に満たすことがないんですね。ということで、こちらはね、常に偽な命題、抗偽命題ですから、まあ、ここではね、F と書いておくことにしましょう。抗偽です。はい。ということは、マイナス2分の1より大きく、4より小さいか、抗偽命題ということなので、OR の場合にはですね、これ消えて、後ろが消えて、マイナス小なり、X 小なり、4というのが残ります。はい、最後のこの同値についてもちょっとね、論理学の補足事項なんですけれども、まとめておきたいと思います。はい、こちらにまとめました。今出てきたのがね、 P を命題として、あるいは条件として、 P または F というのは false の F で、抗偽、偽な命題、常に偽な命題、例えば1イコール2とかね、常に偽な命題を表している。で、今出てきたのはまさにそれで、何かの条件または常に偽というのと、 P はこれ同値になります。まあ、ちょっとね、分かりづらいかもしれないんですけど、落ち着いて考えれば、できます。はい、同値を確かめるには何を確かめればいいかというと、左ならば右と右ならば左が両方とも真であることを言えばいいんですね。じゃあまず左ならば右はどうですか。 P または抗偽命題が常に成り立っているというのが仮定、 P または抗偽命題が常に成り立っているというふうに言ってるんだけど、まあ、つまり P と F の少なくとも一方が成り立っているよというふうに言ってるんだけれども、その時にはまあ、F というのは抗偽命題で成り立たない命題なんだから、それが成り立つというのはありえません。つまり、どっちかが成り立ってるんだよというふうに言ってんだけど、そしたら自動的に P の方が成り立たなくちゃいけません。ですから、左ならば右が従います。P または F が真だったら P は真になります。逆に P が真だったら、
P が真だったら P もしくは F の少なくとも一方は成り立ちますね。今 P が成り立ってるわけですから。 OR というのはどっちか少なくとも一方が真であれば真だよということでしたので、 P が成り立っていれば左側の方が真ですから OR も全体も真になるということです。はい、こういう感じで考えていくと他3つのね似たようなこれも全部ね ここにね入るものをね埋めることができると思うんですけど、皆さんちょっとやってみてください。はい、じゃあ解説していきます。はい、 P または T、 T というのは True の T で更新命題、常に真な命題、1イコール1とかそういう常に真な命題。 P または1イコール1、はい、これはじゃあどういうふうに言い換えられますかというふうに言いますと、OR というのは少なくとも一方が成り立っていれば真なの で今 T という更新命題が成り立っている、つまり右は常に成り立っているわけですから OR 全体も常に真になります。ですからこれ、T という更新命題と同値。はい、次 P かつ F、 P かつ F というのは AND というのは両方が成り立ってないと真になりませんでした。 F というのは常に偽です。P かつ F で片っぽが常に偽なので and 全体は真になることがありません。つまり絶対偽ですよね。ですからこれ F です。最後 P かつ T、 P かつ T というふうに言ってんだけれども、はい、 and というのは両方とも真じゃないといけない、で片っぽに関しては常に真だと分かってる、じゃあ残った P が問題なんですね。ということでこれ P と同値。最後に関してはまあ確かめたければですね、P かつ T が成り立っているんだったら、まあ、当然 P と T の両方が成り立っているわけだから P が成り立っているわけなので、左なら右下側し、逆に P が成り立っているんだったら、P かつ T も成り立つわけですね。というような感じで、まあ、このようなことが成り立つので今使ったのはまさにそれで、マイナスにある条件と OR または抗議命題があったらそっちだけが残るというようなことですね。皆さん今までは、ね、特にこんなことを意識せずにやってたわけなんですが、まあそれは正しいんですけどね、厳密的に、まあ、論理学的に述べるならば、まあ、こういうふうに説明できます。はい、じゃああともう一個だけね例を紹介しましょう。まあ、もうちょっと複雑な場合ですね。 x3 乗プラス 4x 乗プラス 6x-6 イコール0、こちらを考えていくんですが、まず因数分解します。でこれね全部1代入すると左辺0になりますから x-1 でくくれます。まあ、みたいな感じで考えるとね、まあ、因数分解するのはね、まあ、この講義の趣旨とはちょっと変わってくるので、まあ、皆さん各自因数分解してください。こういうふうに因数分解できる。はい、今度3つですね。3つかけて正だったらどうなるんですかということなんですけれども、まあこれもね、まあ、一気にばらしちゃってもいいんですが、最初なのでちょっと丁寧にやっていきたいと思います。ね、つまり2つの場合について今やったので、2つに帰着させる。最初の2つを塊だと思って、この塊と x プラス3。というのを、分けていきたいと思います。なので、ちょっとこの青い塊をね、まとめて A というふうに置いちゃいますと、2つの場合ですね。かけて正なんだから、両方正か、もしくは、両方不可ということになります。はい。じゃあ、そしたら今度 A が正という条件が出てきましたね。x-1 と x+2 が正ということは、またさらにもう一回使って両方正か両方不可ということになりますよね。なので、A が正の部分というのは、どういうふうにばらせるかというと、A が正の部分というのは、こういうふうにばらせます。両方正か、もしくは、両方不可。ということですね。はい。A が正というのは、こういうふうにばらせるわけですね。で、これと、x プラス3、大なり0なんで、and x プラス3、大なり0と、まあ、こういうふうに書けますね。はい。これが前半。で、これ、もしくは、ちょっとね、論理記号が多重に重なって見えづらいと思うんですが、これ、もしくは、はい、また同じようなことをやっていきます。何かというと、A 小なり0というのは、片っぽが負だということなので、x-1 が負で、x+2 が正であるか、もしくは x-1 が正で、x+2 が負であるかというふうに書きますよね。今度、点線の赤四角にしますが、and、はい、x プラス3が負ですね。というような感じでね、ちょっと頑張って色付けして整理して書いてみましたけれども。
これを解けばいいということになります。じゃあまあ落ち着いてね分解していきます。まあ要所要所で見ていきますが、まず最初のこの赤い四角ですね。赤い四角はさっきやった二次パターンです。前者はですねこれ x が1よりも大きくマイナス2よりも大きいということなので、こちらね、もうちょっとここは端折りますが、この最初の部分というのは x は1よりも大きくかつ x はマイナス2よりも大きいですよというふうに、その両方が成り立っている範囲ですよというふうに言ってるから x が1より大きいですね。でもしくは、はい、x が1より小さいかつマイナス2より小さいというふうに言ってるので x がマイナス2より小さい。でさっきの赤い四角の部分をね、こういうふうに書きます。でそれかつ x がマイナス3より大きいというのが最初の青い四角で、次の青い中括弧が、はい、今度、1より小さいかつマイナス2より大きいで、こっちは達成しますね。マイナス2より大きく1より小さい。でも今度こっちは達成しませんね。1より大きいかつマイナス2より小さいはありえませんので、まあ本当はだからこう、O は F って書かないといけないんですけど、さっきやったようにね、O は F は消えちゃいますから、消してもいいですから。まあもうそこは省略して、こう書いちゃいます。はい、これが、赤い点線の四角ですね。はい、これかつ、x がマイナス3より小さいというのが2つ目の青い中括弧。さあもうさすがに左は消していいですかね。さてでこっからどうするかなんですけど、まあ、もっと厳密なことを言うとこれね or があって括弧 and っていうやつだったんで、これ前回やりました、いわゆる分配法則が使えるやつです。なのでちょっと最初の方分配法則使いますと、x大なりマイナス3というのが両方にかかります。 x 大なりマイナス3というのがこれ分配法則で両方にかかるので、x 大なり1かつ、x 大なりマイナス3または x 小なりマイナス2かつ x 大なりマイナス3というふうに分配法則最初の中括弧ができます。で、これが最初の青い中括弧で、もしくは、はい、後ろの方はこれ整理しやすいですね。マイナス2より大きく1より小さい、かつマイナス3より小さいというふうに言われてますけど、それ共通の領域持ちませんね。うん。ですからこれ後半はまとめて青い中括弧バサッと F で消えちゃいます。F で消えちゃうと、もう OR ですからね。OR 講義命題ですから、もうこれ決して構わないわけですね。ですので、結局この最初の中括弧だけ見てあげればいいということになりますが、x が1より大きくマイナス3よりも大きいというふうに言われたら、x は1より大きいということです。でそれからマイナス2より小さくマイナス3より、大きいということで、マイナス3小なり x 小なりマイナス2というふうに書けますね。はい、これでめでたく答えが出る。まあ、本当に非常に丁寧に同値変形するとこういう風にやるんですけど、まあ、答案書いてる時にまさかこんなことはね、意識しませんよ。で、おそらくこれもね、僕も最初だからこういう風に丁寧にやってるのであって、まあ、次からはこんなにね、きちんとやらないでしょう。なので、でもね、こういうのを一度きちんとね、やっとくことが大事なんですよ。ああ、確かに同値保たれてるんだなって今までなんとなくやってたことが、ああ確かに同値性というものが強く働いてるんだなというのをね、意識するのはとても大事なこと。で、まあどうやるかっていうと、普通の人だったらね、こうかけて3つ正なんだから、全部正か、x-1、x+2、x+3、全部正であるか、もしくはどれか2つが負っていうふうに言い換えられますね。つまり、x-1 が正で残りは負。ちょっともうめんどくさいんで書かないんですが、ちょっとめんどくさいんで端折っちゃいますが、負正負。もしくは、負負正という4つの場合があるわけですね。これ4つ。だからこれあと4つを考えてあげても、もちろん同値ですよ、というようにやるのがまあ一般的なんでしょう。はい。x が1よりも大きく、マイナス2よりも大きく、マイナス3よりも大きいということなんで、最初のこれについては、x が1より大きく、というふうにまとまっちゃいます。じゃあ次ですけれども、x が1より大きく、マイナス2よりも小さく、マイナス3よりも小さい。はい。1より大きく、マイナス2より小さいというのはありえませんから、これ、2つ目は講義です。f です。はい。3つ目。x が1より小さく、マイナス2より大きく、
そしてマイナス3よりも小さいというのも、実はこれ、1よりも小さく、マイナス2よりも大きく、マイナス3よりも小さいと、これはどうですかというと、マイナス3よりも小さく、マイナス2より大きい時点でね、これ成り立ちませんので、これもやっぱり F と。で最後ですけど、1よりも小さく、マイナス2よりも小さく、そしてマイナス3よりも大きいと。これは共通部分3つ持ちますね。つまりマイナス3より大きく、マイナス2より小さいというような感じで、はい、F は消えちゃいますからね。1より大きい、もしくはマイナス3とマイナス2の間というふうに、やっぱり上と同じように出てきますので、まあもちろんこういうふうにやってくださってもいいです。はい、ということで今回は不等式について解説しました。また下にね、練習問題を用意して、僕のホームページに回答を載せておくので、よければそちらもね、復習がてらチャレンジしてください。次回はですね、いよいよちょっとずつ難易度が上がってきますが、今度は分数が入った方程式不等式、あるいは無理式ですね、ルートが入った方程式不等式、扱っていこうと思います。はい、じゃあこの動画が良ければ、高評価、チャンネル登録する人もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。